うん、いやだけどね、あの11月があったかすぎたとよ。うん、いやあのね、うち大体お歳暮にね、あの有明のりをこう送るようにしてるんですよ。そしたらね、あの今年はね少し値上がりしてるんですけど、枚数をお値段同じやったら枚数を減らすことになるんですけどって言ったら、あのやっぱりあれですねって、あのなんか円安とかなんかの影響を受けられるんですね。いやそうじゃなくて、11月 の、 あの気温があまりにも高すぎて、あの海苔ってね、寒からな育たんとね、そう、うん、そう、すいません金額か枚数かどっちか、あじゃあすいません金額は一緒で枚数減らしてくださったら、これ少なくてね、だけちょっとうわ申し訳ないなって嫌だけど、まあちょっとね 理由を言って、ね、ああだからそうかそうか、暖かすぎるのも良くないじゃないと思って、そうあの冬はね、やっぱね夏は暑くて冬は寒い方が食べ物はいいみたいね、うん、そう、何も育ちがいいね、うん、だけどほらかえって寒波であの熱波であの水が少なくてうんぬんやけん、あの向こうであのほらフランス方ワインが美味しくなるよね、こんなした方がね、いくらになる、はい、あれですよ、あのよかったり悪かったりですよ、やっぱり、そ う、 そ う、 うん、もう早くおすすめのを出しとかなきゃと思って、ちょっととりあえず今日はあこれだし？だし。あだしだし。あ分かりました。もうね。うんうん。冬になって。あでもね一旦ちょっとこうやってね。そう。うんうん。で綺麗もうこれで終わり？まだ。私の分がある。ああそう。でも私の分は、うん、ぼちぼち。あうんうん、どうぞどうぞ、あの娘さんの分先ですね、ちゃんとしとこうってね。いや待ってお母さん、あの離職だから取ってもいいよ、一旦これだ。私も苦しいけど、あ一旦ね、分かりました、うん、はい、じゃあですね、1万5000円に1200円やけん、1万5000円の1200円、はい、1万6200円、いやちょっと持ってくる可能性もある、あいやいや、そろそろでも私もね、こほらあのだから昨日ほら黒田ショックでね、金もプラスだもん、ちょっと落ちましたもんね、うんうんうん、だけどあのこのまままたこれあの住宅ローンとかなんかの金利はほら変動金利のやつが上がっていきますもんね、だっけもうあのちょうど10年経ったけんね、私も思い切ってもうあの年明けあの1月になったらあのもう一括返済しようと思ってその代わり一括返済するってことは大きなポンって出るけんね、あのいやでもねやっぱもうねそれやったらと思ってね、だけどそうしようと思っとうけど、だけど商売の方のねお金がやっぱこうって必要な時があるけんね、うん、現金持っとかないかん時があるんですよ、そうだけどちょっと悩ましいけど、だけどほら今度は払い収まっとったらその家を担保にまた融資受けられるじゃないですか、そうそう、だけどちょっとねあのどっちの融資が安いかわからんけどね、あはい、ちょっとねあのどっちが私たちもどっちがいいのかをね測りにかけてせないかんけど、まあでも